はい、こんにちは、ポーです。今日も一日お疲れ様でした。本当に疲れますね、毎日。今日ね、会社に出てたんですけど、まあしんどかったね、なんか。で、今日もまあね、今も相変わらず外出自粛言えないんだよね、外出自粛中なんで、今日もね、ちょっとスーパーで買ってきました。今日はね、じゃん、まずこちらスモークサーモンのスライス、ちょっと脂っこいものが欲しかったので、きびなごの唐揚げ、じゃん、本マグロって書いてあるんですね。ちょっと2割引きだったんで買っちゃいました。本マグロとタイとカンパチかなのお刺身です。ではこちらを食べていきたいと思います。で、今日はちょっとこのお刺身をね、前回はまた前回のやつはね、概要欄にリンク貼っとくんですけど、フンドウキンっていうね、大分の醤油、最近ハマってるんですけど、この醤油を使って食べたんですけど、今日はちょっとね、ガツンとしたものが食べたいなと思ったんで、おすすめの食べ方っていうのをちょっと紹介したいと思います。超簡単です、超簡単だから、みんな真似してみて。じゃん、キッコーマンの生醤油。まあ普通の醤油だね、キッコーマンの。今回は前回みたいなね、味の濃い醤油っていうのは使いません。普通の醤油を使います。たっぷり入れておきましょう。バン、ニンニク、じゃん、ごま油、少しね。で、これをよく混ぜましょう。ちょっと韓国風のタレって感じかな。超簡単でしょ。今日これをね、お刺身につけて食べたいと思います。はい、それではね、いただきますということで食べていきましょう。まずはどうしようかな、このタイからいただこうかな。タイをぶりつけていただきます。うまいね。まあでもね、すごい邪道な食べ方、邪道な食べ方なんだけど、時々こういう食べ方もいいよね。うまいな。きびなごの唐揚げいきましょう。あ、うまいね。いいね。あ、これ電波多いかもしんないね。2回に分かったかな。で、スモークサーモン。スモークサーモンうまい。ね、味全くなくていいもんね、これ。このままでほんと美味しい。このままでスモークサーモン美味しいからね。ほんとすごい。マグロいっちゃいましょう。邪道だな、食べ方が。いただきます。うん、邪道だけどうまい、幸せだな。では次、カンパチかな。これもこの特製のタレにサブンとつけていただきます。このタレはマジで優勝。まずいわけないもんね、ごま油とニンニクと醤油って。スモークサーモンうまいな、これ。うまい、ほんとね、ほんと韓国に、一気に韓国に行く感じで。喉が渇いたらこれ、ペプシコーラ乾杯ってことね。うめえ、幸せだね。家にいる時間が長いとさ、やっぱ今ね、なんて言うんだろう、パンメーカー、パン作りのあれが売れたりとかしてるみたいな、やっぱそういうもの、家をどうやって過ごすかっていうのは、もっと重要視されていくんだろうね。まあね、俺一人暮らしでパンは作ろうとは思わないけど、やっぱこういうね、ちょっとしたスーパーのお惣菜とかで、ちょっとアレンジしてね、そういうことできればね、楽しいよね。やっぱ食って大事だからね。スモークサーモン、完食。いい色だね。このタレはね、ぜひみんな真似してほしい。本当に美味しい。こっちかな、でも。ちょんつけて。いただきます。うん。うまい。
はい、ごま油は正義だね。ごま油とニンニクは本当正義だと思う。では、ごちそうさま。自粛中でね、気が滅入ることも多いでしょうけど、何かしらね、楽しみを見つけて、なんとか乗り切っていきましょう。それではね、よければチャンネル登録、高評価、お願いいたします。嫌なら低評価でも構いません。何かね、こんな動画面白くねえよとかね、何でもいいんでね、コメント残してくれると、個人的には嬉しいです。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。